アレクサンドル・ボールチェアヌは、ルーマニアのガラツェ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、守備的ミッドフィールダー。生まれ故郷ガラツィの FCM ドゥナレアガラツィ、FC オツェルルガラツィでプレーした後、FC ポリテフニカティミシュアラに移籍した。オツェルルガラツィに所属した2008から09シーズンは、第1節の CS ガズメタオメディア主戦で、リーガ1に初出場し、第24節の FC ポリテフニカ野手戦で初得点を決めた。ポリテフニカティミシュアラに移籍した2009から10シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ2009から10予備予選3回戦の FC シャフタールドネツク戦で UEFA チャンピオンズリーグに初出場した。チームはプレーオフで敗退して UEFA ヨーロッパリーグ2009から10のグループステージに回った。グループ A 第1節のアヤックスアムステルダム戦で UEFA ヨーロッパリーグに初出場した。2010から11シーズンはリーグ2位で UEFA チャンピオンズリーグ2011から12出場権を獲得したが財政問題によりリーガ2への降格が決まった。2011年7月25日にルーマニアの名門 FC ステアウアブカレストに移籍した。10試合を終えた後、代表のゲオルゲ・ベカリによって主将に任命された。2012から13シーズンは、リーガ1で優勝し、ルーマニア紙、プロスポルトが発表したシーズンベスト11で、守備的ミッドフィールダー部門の第2位に選ばれた。ベスト11には CS パンデリーのダン・ニストル、同3位には FC アストラの瀬戸貴之が選出された。2012から13シーズンのルーマニアカップ優勝の FC ペトロル・プロイエシュティと対戦したルーマニアスーパーカップでも勝利した。2013から14シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ2013から14予備予選2回戦の FK ヴァルダール・スコピエ戦でチャンピオンズリーグ初得点を決めた。2014年2月3日、3年半の契約でスユペル。リグのトラブゾンスポルクラブに移籍した。2016年、FC ステアウアブカレストに復帰。2017年1月13日、FC アルセナルトゥーラに移籍した。ありがとうございます。